ホセアントニオ・ドミンゲス・バンデラスは、スペイン、マラガ出身の俳優。身長174センチメートル。父親は、警察官、母親は教師。13歳から、マラガの演劇学校で演劇とダンスを学び、20歳で、マドリードに移ってからは舞台に立っていた。1982年に、ペドロ・アルモドバルの、セクシリアで映画デビュー。以後、 アルモドバル作品の常連となり、アルモドバルの美心などとも呼ばれた。アルモドバル作品以外にも多くの映画に出演し、スペイン映画界のトップスターとなった。この時代は、アルモドバル作品に見られるような、繊細なキャラクターを特徴としていた。1992年に、マンボキングス、我が心のマリアで、ハリウッドデビュー。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアや暗殺者にも出演。 デスペラードで主演となり一躍ビッグスターになる。スペイン時代とは異なりマッチョでセクシーなイメージの役柄が多くラテン的なセクシー俳優として有名である。2003年にはブロードウェイのミュージカルナインザムシカルにも出演しトニー賞にノミネートされた。2010年には国際連合開発計画の親善大使に任命された。 2014年には名誉五夜賞を受賞。2017年にはスペイン映画国民賞を受賞した。2017年に心臓発作を起こしたことがある。2019年にペドロ・アルモドバル監督のペイングローリーに出演し、初のアカデミー主演男優賞ノミネートを獲得した。1987年にスペイン人女優のアナレサと結婚したが、 1995年にあなたに会いたくてで共演したメラニー・グリフィスと交際を始めたために別居。最初の妻とは1996年に離婚し、同年ロンドンでメラニー・グリフィスと再婚した。1997年にカズメを儲ける。2015年にメラニー・グリフィスと離婚。 h t t p w w w v i s t e a m a g a z i n e c o m a p r b a n d e r a s h t m ハットアントニオバンデラス国連親善大使に任命。貧困に立ち向かう。シネマトゥデイ http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n002325 02012年12月5日閲覧。アントニオ・バンデラスもコロナリカン。マスク着用で予防に気をつけるも、ライブドアニュース、アワーズ2019。フェスティバルでカンヌ2019。2021年10月8日、閲覧。 メラニーアントニオ、ハウザ、ワーキングガール、フェルフォースペイン、エスセクシエストインポート。W、ハロー2011年6月9日閲覧。ABC ニュース、バンデラス、アイアイムノーラテンラバー、アントニオ・バンデラスメラニー・グリフィス、離婚成立へ。シネマトゥデー。2015年7月24日閲覧。ありがとうございます。